はい、いつもはですね、こちら掘ったて小屋でね、YouTube 動画をこうやってちまちま配信しておりますが、時々ですね、まあ、外に出て、ノマドワークをすることなんかもよくあります。その時ね、出かける時に、まあ、どんなアイテムを使ってね、作業しているのかというところをお話ししようかなと思います。まあ言うてもね、私はまあ労働で言えばね、まあ、月3日しか働いていませんから、まあ、たまーにね、物書きをすることが稀にあるのでね、まあその時、いつ来てもいいようにね、まあこういったグッズを持ち歩いて、まあいろんなところに出かけているわけでありますけれども、まあその中でもね、この、時々ね、このノマドワークのグッズ、動画で紹介してますけれども、まあ、令和6年最新版ということで、ちょっと細かいところね、グッズも変わっていると思いますので、まあ、その辺もね、合わせてご紹介したいと思います。はい。まずはね、もうまあこの、もう今ね、スマホ1個だけになりました。はい。シャオミのレドミというね、スマホを使ってます。はい。まあでもね、実はね、これダミーです。はい。これはまあ、あんまり使ってないんですけども、今ね、撮影しているスマホもレドミ、シャオミのレドミと呼ばれるスマホで、まあ、それでを、もうかれこれ3年ぐらいかね、使っております。はい。これがメインの端末になりまして、前まではね、実はパソコンとかタブレットとかもね、持ってってたんですけども、今は、もうスマホで大体、こと足りるので、今スマホ1台だけにしています。うん、まあ、機能的にこれで十分だし、作業もそんなにヘビーにやらないからってことっていうのもあるんですけど、やっぱり一番の理由はですね、恥ずかしながら体力の衰えと言いますかね。こういった荷物をリュックサックに積んで移動してますけども、途中ですごく重いとね、足が痛くなるんで、今はこういう、このスマホ1個だけにしてます。まあ、そうすることでね、他の機材もね、すごくシンプルにすることでね、軽量化することができてます。あ、だからね、結構今回の新しい荷物は軽量化という部分にね、すごく、こだわってやってますね。まずこっから行きましょうか。これも本当軽量化といえば、これがまず一番で、これはね、ダイソーの、USB 充電器です。このね、優れてるのは何かっていうと、このコンセント部分がこうやって収納式になってるんで、こう、荷物自体のね、コンパクトにすることにできるということです。はい。で、しかもこうやってね、まあこう、充電するときはこうやって取り出すことができるというところがまずね、1点あるのと、あとは、まあ2ポートあるので、まあ大体充電するのってね、このスマホ本体とモバイルバッテリーを、宿に帰った時にね、充電してます。まあ、2ポートあれば大体、最近はこと足りるかな。昔はね、10ポートとか持ってましたけど、今はもうこの2ポートで十分こと足りてます。はい。10ポートの充電器はどこに行ったかというと、ここにね、もう常設設置されてます。はい。もうね、旅先で持ち歩くことはもうないですね。そしてケーブルはね、まあ一応2種類持ってまして、これ USB Type C のケーブル。ちょっと長いやつですね。長いタイプ。長いタイプで、ここの取り出しがね、L 字になってるんですよ。で、こう充電こうやってするときにね、ここのコードが下に伸びるんじゃなくて、こっち方向に伸びるので、スマホを立ててね、充電しながら使うときは、こう低くね、使うことができる。特にこういう、なんかキーボード打ちするときなんかは結構ね、そういうのが便利だったりするんですよ。かつね、立てたときも、ケーブルの向きをですね、上から取り回すこともできるし、下から取り回すこともできるし、まあ、状況に応じてね、変えれるということで、すごく重宝してます。はい。新幹線でね、使うときなんかは、これは本当に、ケーブルも十分長いんで、便利です。そして、短いケーブルが、これは二股タイプになってまして、これはね、どんな時に使うかっていうと、はい。実はですね、これタイプ C ケーブルですね。タイプ C ケーブル。と、あとね、
昔ながらのマイクロもあるんですよ。たまにねマイクロのデバイスがありまして、このキーボードとかね後で紹介しますけども、このスピーカーもあの旧来のマイクロ USB を使ってるんで、まあ、そのためにこのね二股を使ってます。そしてあとは電源が足りない時にモバイルバッテリーですね。これは9点だったかな、100円で売ってたんですよ。6800mAh ってことなんですけども、体感的にはね2000か3000ぐらいしかないですね。で一丁前に2ポートがこうついてて、あとマイクロ、ここマイクロなんですよ。だからこの二股が必要だということですね。はい、マイクロなってると。で一応ねこの電源ボタンも入ってて、挿しても反応しないときはこのボタンをパチッと押すことでねこの電源がつくようになるということで、よくこのスピーカーなんかもねあの電源ボタンがないタイプだと反応しないことがよくあるんでね、はい、結構これも結構使いやすい、軽くてでちょい充電ね、もう大体あのなんていうのかな、カフェとかホテルとかに電源は大体ありますからね、まあほんのちょっと充電できればいいかなっていうぐらいなんで、まあ軽さ薄さコンパクトさでこれにしてます。まあ本当に言うとねでかい容量のモバイルあるんですけども、あのバッテリーはこの軽い薄いやつにしてますね。そしてこちらが、Bluetooth イヤホンですね。このスマートフォンと同じ Xiaomi の、Bluetooth イヤホンになってまして、まあ同じメーカーですからね、まあ同じメーカーってことでもないか、接続がすごい、もう本当パカッと開くだけでね、簡単に Bluetooth が接続確実にできるというところと、まあそれが1点ですね。あとはここの形状がねすごい気に入ってんですよ。僕結構ね耳の形状結構こだわるんですけど、この形状だとね耳がすごく痛くなりにくいということでね、長時間使っても快適に使えます。まああと音質もいいというところですね。ただねちょっと弱点としては電池持ちがねどうかな、2時間3時間ぐらいしか持たないので、長時間の動画を見たりとかね、ライブツイキャスライブとかね見るとちょっと頼りないなっていうところね、電池持ちが、はい、そこが一つありますね。でまあもちろんこれ蓋を閉めたらここで充電ができるというものになってますね。はい、そしてこれですね、もうノマドワークでもうこれ革新的だなって思ったのがこれです。さあこれは何でしょう。アイクレバー、はい、ベベベーン、キーボードですね、 Bluetooth キーボード、こいつの特徴はですねこういうね、まあ通常ね折りたたみ式の Bluetooth キーボードね、横方向にこうやって開くものが多いんですけど、この縦に開くことでちゃんとキーボードがねこの前に互い違いにこうレイアウトがされてて、まあ文字が打ちやすいというところです。まあ縦割りしてるやつでもね、ここ互い違いにちゃんとなってるやつは結構最近多いんですけどもね、はい、これはまあ縦割りになってるんで横割りか、これも確実にこうなってるというところと、あとはこれです、これです。これがね優秀で、こうやってねはい立てることができるんですよ。ほんでまあ最初はねスタンドを持ち運ぶ必要がないから便利だなって、荷物軽量ができていいかなと思ったけど、やっぱね最終的にはねベッド持ち歩くことにしました。やっぱりこうシーンによってねスタンドがあった方がいいことがよくあるんでね。これはAmazonで買ったやつですね。これこういうメーカーですけども、アルミ製でまあよくあるやつですね。はい、こうやって折りたたみができるということで、ちょっと弱点としてはねここの出っ張りがねすごい邪魔なんですよ。これなんとかねここスマホとかあったら画面傷つきますからね、これね。だからこれ、まあ、袋に詰めていつも持って行ってますけども、ちょっとそこが
不便かな。ただね、映画とか見るときなんかはこれがあったらすごく便利ですね。うん、はい。まあこういう Bluetooth キーボードがあると文字打ちがね、すごいもう楽です。もうパソコンそのままですよ。レスポンスもね、めちゃくちゃ早いし、よくね、安物がね、よくあるんですけど、キーを押しても反応しないとかね、そういうことがないので、すごく性能が良いです。はい。これ、忘れてなかったら、リンク貼っときますよ。これなかなか優秀なモデルです。はい。アイクレバーのやつは、まあ、大体いいですね。どのモデルも。うん。それと、あとは、タッチペンですね。タッチペン。タッチペンね。これ、はい。こういう、これ100均で10年ぐらい前に買ったやつですけど、大したもんじゃないんですが、これはね、どういう時に使うかって言ったら、テーブルがないような場所で文字打ちしなきゃいけないという時ですね。キーボードを使う時ってね、テーブルがないとダメなんですよ。テーブル、こういう平らなテーブルがあって、こうやって脚を立てれば初めてこう、使うことが、打ちやすいんですけどね。何もなかったらこれほら、もう折りたたみだからグネグネになってね、打ちにくいんですね。はい。そういう時に、タッチペンを使っていろいろ入力してます。昔はね、こういう、Bluetooth マウスを使ってたんですよ。はい。Bluetooth マウスってね、結構ほら、まず荷物かさばるじゃないですか。ね。あと接続がね、なんかマウスはあんま良くないんですよね。スマホとマウスの。接続いつもね、なんか必ずペアリングし直して切れやすいっていう弱点があって、めんどくさいなっていうのがあったんですけど、もうだったらスマホは別にタッチペンでもう十分じゃないということです。で、ここでソフトウェアキーボードを入力すれば、こう、もう立った状態でもね、ちょっとブログとか簡単な、文字数ぐらいだったら、1000文字いかないぐらいだったらもう別にこれでも書くことできますんでね。はい。そして、あとは、これ最近、動画にもしましたけども、はい。気になる方は、過去動画チェックしてください。これもアマゾンじゃなかった、ダイソーで買ってきた500円の Bluetooth スピーカー。これもね、めちゃくちゃ便利で、便利です。超おすすめですね。はい。まあ、要はこのスマホの音をこっちで、出しますよっていうことなんですけど、まあ、これちょっとね、荷物かさばるし、なきゃないでね、別に内蔵スピーカーあるからいいんですけど、やっぱね、これあった方が音がね、全然いいんですよ。だから、もちろんね、ノマドワーク中は、このイヤホンを使いますけども、別に、公園とかね、外で使う時とか、あとは宿に戻った時にね、まあ朝音楽聴いたりとか、夜映画とか見たりとかね、するときにこれがあるとね、めちゃくちゃ音が全然違うんでね、贅沢な時間を過ごすことができます。なんのこっちゃね。はい。そんな感じです。はい。まあこれがね、今私の最新のお気に入り、ノマドワークグッズの全てになります。これでね、全部の重量合わせても、どうかな、500グラムいかないぐらい、すごくね、軽いです。デジタルデバイスとしては、タブレットよりも軽いしね、まあ、もちろんノートパソコンなんかよりも圧倒的に軽いし、まあ大体のね、外でやる要件は、もうこれでね、済んじゃうんですよね。はい。もう、がっつりやりたいときはね、やっぱり自宅でデスクトップパソコンでやりますんでね。もうライトな作業、ノマドワークぐらいだったらもう、これで十分かなと思います。というわけで、今回の動画は、最新版のノマドワークグッズを紹介させていただきました。